はい、まず基本的な事業再構築補助金のことをおさらいしたいんですけれども、この補助金は7個ぐらい類型があるんですけれども、そのうち、一番現実的な選択としては5類型になってくるかと思います。残り2つはですね、400社限定とか100社限定ということになりますので、あまりこちらを狙ってもですね、それが不採択の場合に残り5類型の方でも審査するというようなことでは書いてなくて、もうそこで不採択になったらおしまいということですので、できれば基本的な5類型の方を狙う方がいいのかなと思っています。で、こちらの5類型は補助金額が100万円から600万円ということになってまして、補助率は3分の2で、要件としましては申請前の直近6ヶ月のうち任意の3ヶ月を選択しまして、その合計売上高がコロナ以前、このコロナ以前というのは2019年または2020年の1月から3月を指しますけれども、その同同じ月の3ヶ月の合計売上高と比較して10% 以上減少しているかどうか、こちらの要件は必須になりますのでご注意ください。また認定支援機関と一緒に計画を策定する必要がありますので、私の方も認定支援機関なんですけれども、その他ですね、行政書士さんとかやったらひょっとしたら認定支援機関になっている方は少ないかもしれないんですが、税理士さんであったり、金融機関さんなんかは、ほぼ認定支援機関になっていると思いますので、ご相談いただけたらと思います。さらに、補助金額3000万円を超える案件というのは必ず金融機関が、関係していないといけないということですから、これはもう必須要件になりますので、いずれにしても金融機関の方に相談するというのがベストかもしれません。で、補助事業終了後、3年から5年で付加価値額が年率平均 3% 向上している計画じゃないといけませんのでご注意ください。付加価値額というのは、利益に人件費と原価償却費を足した金額ということになっています。なぜですね、付加価値額というのが利益に人件費と原価償却費を足すかといいますと、会社の、価値というのは、どんだけ、雇用をたくさんしているかとか、たくさん給料を払っているかというものと、どれだけ設備投資をしているかということになりますので、原価償却費というのは設備投資の表れということもなりまして、こういう計算式になっています。で、指針の方には、再構築補助金の、再構築の定義としまして、先ほど、7類型あると言いましたけれども、そのうち基本的な5類型を説明したいと思います。新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編の5つですね。で、これらですね、いずれもですね、必ずしも必須要件となっているのが、今まで、アクセスしていない市場に進出すること、もう一つが今まで取り扱ってない製品、商品、サービスなどを取り扱うことということになってますので、いずれにしてもこの2つは必要だというふうに思っていただけたらと思います。もちろんその内容はそれぞれの類型によって若干異なりますので、この後詳しく説明しようと思うんですけれども、必ず今までにアクセスしてない市場で、今まで取り扱っていない製品、商品、サービス、これがキーワードになるのでご注意ください。で、前にですね、サイド B の動画の方でアンゾフの、マトリックスというのを紹介しました。このアンゾフのマトリックスというのは、今回再構築補助金の時にもですね、頭を整理するツールとしては使えますので簡単に紹介しておきます。まずその製品や商品、サービスってものが既存か新規かっていう軸で分けまして、市場が既存でもアクセスしていたのか、今まで未開拓だったのかっていうところで、軸を作ります。で、本来であれば、今の市場のところに今まで使ってないサービスを投入する場合はどうするかとかですね、今までアクセスしていない市場に今までの商品をどういうふうに PR していくかとかいうふうに話をするっていうことが、このマトリックスでよく使われるところで、普通は新しい市場に新しい商品、いわゆる多角化と言われますけれども、これは新たな収益機会を得るというふうにはなるんですが、一方で今まで未開拓の市場に新しい製品を、商品をということになりますので、やはり予想ができないところでリスクは高いというふうになるんですけれども、今回は逆にコロナで既存の業務の売り上げが下がっているということもありますので、こういう積極的な新しいチャレンジに補助金を出そうという趣旨なのかなと思います。
はい、それでは実際にですね、経産省の方から発表されました、指針に基づく手引きを画面に出しながら説明させてもらいたいと思います。この、PDF ですね、ホームページの方からダウンロードできるので手引きの方を見ていただきたいと思うんですけれども、再構築の定義として、先ほども申しました5つの類型があるということに書いてまして、一応、新聞や展開というのは新たな製品で新たな市場に進出する、事業転換は主な事業を転換する、業種転換は主な業種を転換する、業態転換は製造方法等を転換する、事業再編というのは今の4つを会社法上の事業再編を行った上でやるということになってます。で、この詳細なんですけれども、こう何ページとか順番に見ていくとちょっと頭がこんがらがってしまうかもしれないので、最初はできればですね、 PDF の方の28ページと右下に書いてるところですね、7番、事業再構築類型のまとめ、これが一番わかりやすいのかなと思います。で、この5類型ですね、いずれも見ていただければわかるように、製品等の新規性要件、市場の新規性要件というのは全てにかかってくることがわかります。で、売上高の要件が若干異なるっていうことになるんですが、例えば事業転換と業種転換を見ていただくと、要件だけ見ると同じものに見えるんですけれども、そういうところがなぜ違うのかなというところはやっぱり詳しく見ていく必要がありますので、これからはこの PDF の内容に基づいて詳しく説明します。まず1つ目、新聞や展開なんですけれども、新聞や展開のは主な業種、主な事業を変更しないっていうところが、特徴になっています。この業種というのは、総務省の方から日本標準産業分類っていうのが出ていますので、ちょっとホームページなんかで調べていただきますと、サービス業であったり賃貸業っていうような大分類があるんですが、その大分類のことを業種と定義しています。で、主たる事業というのはこの日本標準産業分類の中項目や小項目などを指しますので、この表を見ないと何が業種で何が事業かっていうのは分かりにくいかもしれません。なので、この大項目も中項目も小項目も変わることがない、今までと同じ事業の中で新たな製品や新たな市場に進出する場合がこの新聞や展開になります。で、かつ売上要件としては、この新しい展開する事業に関してこれまでの売上高の 10% を占めるぐらいに3年から5年の計画で目指す場合ですね、その場合に要件を満たすということになってますのでご注意ください。で、この新規性の要件っていうのに関しまして、次のページに詳しく説明が載っています。まずこの製品等の新規性要件なんですが、過去にその製品やサービス、商品などを提供した実績がないということになってます。これがどのように証明していくかというのは今のところ明らかにされていないんですが、過去に一度でも取り扱っているものは対象外ということになってますのでご注意ください。そして、この商品や製品、サービスなどを主要な設備を変更して行う場合ということになってますので、これまで使っていた機械とか、そういうものを使わない場合、新しいものに変える場合っていうのも、必ず必要な要件となっているのでご注意ください。次に厄介なのが3つ目なんですけども、競合他社の多くがすでに、提供していないものっていう風になっていますので、これはあらかじめ考えている事業に関しての市場調査なんかが必要になってくると思います。で、この多くが提供しているかどうかっていうのも、なかなか抽象的な表現なので、どれぐらいなのかがちょっと明らかにされてないんですが、極力他のところがやってないようなものっていう観点で考える必要があると思います。4つ目は、明らかに 業種や事業が変わっていった場合には、ここは導き出せるものになるのかなと思うんですが、定量的に、つまり数字化やグラフ化して性能や効能が異なることを示していかないといけませんので、これは計画の中に必ず盛り込んでいく必要があります。これら4つは必ず必要な要件になっていますのでご注意ください。次にですね、市場の新規性要件の方にも触れていきたいんですが、これは主に2つありまして、まず、これまでに提供した製品、商品、サービスと比べて代替性が低いこと、どういうことかとか言いますと、今回新しい事業を行うことで既存のお客さんの売り上げが下がると元も子もないということになってますので、
今回取り組むことによって新しい顧客にアクセスして既存のお客さんプラス新しいお客さんの売上が立つっていうのが前提条件になりますので、新しいものに参入する結果既存のお客さんの売上が下がるというのは認められない。代替性が高いものはダメということになります。次は任意要件とされているんですが、既存の商品やサービスと比べまして新しいものは顧客層が全く異なるっていうことをきっちり書いていく必要があります。任意要件なんですが、ここは加点されるというふうに書いてますので、もうほぼ必須と思ってもらってもいいのかなと思います。で、具体的にどういうふうにっていうのはイメージが、わからないかもしれませんので、私の方で具体例を挙げてみたいと思います。サイドビーではおなじみのですね、クリーニング業をやっている新井さんというのがいるんですが、この新井さんがですね、ドライクリーニングしかやっていない場合を想像していただいて聞いていただけたらと思います。まず、クリーニング業は、大項目の産業分類としてはサービス業になるんですけれども、これは変更しない。次に産業分類の中項目としましては洗濯利用美容浴場というふうになってまして、小項目が普通洗濯業ということになっていますが、これもいずれも変更はしないという状況になりまして、製品をどういうものにしようかということなんですが、まあサービスと言い換えますけれども、これまでドライクリーニングのみを提供していた新井さんなんですが、今回ですね、水洗い、いわゆるウェットクリーニングと言われるものに変えていこうという計画を立てる場合、これは新分野展開ということになります。水洗いというのは、ドライクリーニングに比べまして、水溶性の汚れっていうものが落とせるんですけれども、ドライクリーニングは実は油性の汚れしか落とせないんですね。つまり油性の汚れのみであれば、皮脂とか塩分、尿素、タンパク質、いわゆる、人間の体から主に出るようなものであったり食べ物なんかでつくような汚れが落ちないというデメリットがあったんですけれども、水溶性であればそこがクリアされます。ですので、ウェットクリーニングすることで今までの、設備はまず変えないといけませんし、さらに競合で多くやってないという市場であれば、ウェットクリーニングをやってないような市場に参入していくということになりまして、性能の違いは今説明した通りになります。で、次に市場なんですけれども、これまでは一般の、主婦であったりサラリーマンっていう方に対してドライクリーニングを提供していたんですが、この水溶性の汚れが落とせるということで、例えばですね、衣装にこだわってるけれども、油汚れなんかがよくつきがちな、コスプレイヤーさんなんかがいるんですけれども、そういう方って結構、衣装の洗濯って困られているんですね。それをプロの技術で、ウェットクリーニングの技術を使って新しい顧客として開拓するってことになれば、既存のお客さんはキープしつつも新しい顧客層を取り込めるということで、ひょっとしたら要件に該当するかもしれません。次に事業転換ということになりますが、事業転換は、新たな製品等を製造することにより主たる業種は変更しないんですけれども、主たる事業が変更される場合を言います。その他の新規制要件は製品サービスや市場に関しては同じなんですけれども、売上高構成比っていうのがちょっと要件が変わります。売上要件がどういうふうに変わるかと申しますと、先ほどは総売上高の 10% っていうふうに説明しましたが、次はですね、その商品サービスの属する事業の売上高構成比が最も高くなるようにしないといけないということです。新しいことに参入したけども、そんなに売上立ってないということではなくて、今回取り組む事業の売上が非常に高くなっている必要がありますのでご注意ください。こちらの方もクリーニング業で例えてみたいんですが、大項目の、産業分類としてはサービス業のままにしながら、これまでやっていた、事業の部分を変えていくということになります。もともとは洗濯利用美容浴場業をやっていて普通洗濯業だったんですけども、こちらを他に分類されないその他生活関連サービス業という、中項目に変えるということになっています。どういうことかと言いますと、これまで新井さんはドライクリーニング業を専念していたんですが、コロナの社会情勢を踏まえてですね、今後もこういう感染症を気にする方っていうのは当面なくならないかもしれませんので、クリーニングという側面よりもあなたの持ち物を除菌していきますよというサービスをすると、こうなればサービス業というところは変わらないんですが、そこに除菌業ということになりますので、これまでやった実績がない業種で
設備がクリーニング機械から、除菌機械に、変えていかないといけませんし、現在のところ多くの競合はやっていないものであり、性能の違いも計測できるものになると思います。また、これまでの、主婦やサラリーマンの方にクリーニングサービスは提供しつつも、新しい事業で例えば飲食業であったり病院などの、いわゆる事業者であったり企業相手ということになっていきますので、これまでの、顧客層の売上プラス新しい売上が見込めると。さらにこの事業に関しては売上高構成比が最も高い事業ということを目指していくことになりますね。はい、それでは3つ目ですね。業種転換型なんですけれども、こちらは新たな製品サービスなんかを提供することで主たる業種を変更することになります。当然中項目も小項目も全て変わっていくということですね。で、もちろん製品商品の新規性要件と市場の新規性要件というのは同じで、今回は先ほどと同じで売上構成比要件も同じなので、ちょっと説明は割愛させていただきまして、早速具体例にいきたいと思います。はい、で、業種転換の方の具体例なんですけれども、これまで新井さんが行っていたサービス業というところも根本的に変えまして、不動産業、物品賃貸業という大項目になります。そしてこの物品賃貸業のうちですね、どういうものを貸すかということになりますけれども、今回ですね、このドライクリーニング機械自体を貸すということになりまして、どういうことかと言いますと、これまで、自分の服を、洗濯してほしいというのがお客さんやったんですけれども、今回の計画では自分で洗いたいんだけれども、このプロのドライクリーニング機械を使ってやりたいという方を対象にするサービスということで、新しくですね、建物を建てたりとか、それぞれ個室を設けて、自分たちで、新井さんの持っているドライクリーニングの機械を使えるということで、1時間いくらみたいな形でその設備自体を貸すというサービスに変えていきます。そのことから、もちろん過去に実績がないというサービスになりますし、設備というのは、今回これドライクリーニングではなくて、その個室自体を作るという計画になって設備が変わってきます。ひょっとしたら、ドライクリーニングの大きい機械ももう少し、小型の、プロの機械を、各部屋に入れるとかいう必要も出てくるかもしれません。で、競合の多くもやってない可能性もありますし、性能の違いも計測、これも、お客さんの、アクセスですね、顧客数がどういうふうに変わっていくかとか、提供方法の違いというのがある程度グラフで説明することができるようになると思います。で、これまでは任したいっていう方を対象にしてたんですが、次は自分でやってみたい、プロの機械を使って自分で選択したい、そういう方が対象になっていきますし、これまでのお客さんっていうのももちろんキープしつつも新しい顧客層にアクセスすることができます。はい、次はですね、4つ目の類型なんですけども、業態転換型ですね。業態転換型というのは、特に今回は業種がどうとか事業がどうということは書いてませんで、これまで提供していた方法が変わると。これ相当程度というのがどれほどのものなのかがちょっと今のところわからないんですが、まあこれは明らかに変わっているなという程度は必要なのかなと思います。で、これは2つの要件がありまして、どちらかでいいということになってるんですけども、製造方法に新規性がある、製品に新規性がある、これはですね、先ほどと結構似てるのかなと思いますが、これは、今までの3つと同じような、要件になってくるんですが、あるいは設備撤去をするか、デジタルを活用すると IoT みたいなものを導入するであったりとか、そういう場合に対象になるものなんですね。で、売上高要件というのは 10% 要件なので、1つ目のものと同じなんですけれども、この業態転換をする際の製造方法や製品の新規性があるかっていうところと、あるいは設備自体を撤去したりとかデジタル活用に変えていくかっていうところの違いがありますので、ご注意ください。で、業態転換型の、具体例なんですが、また新井さんのクリーニング業で考えていきたいんですけれども、これまでサービス業で、洗濯業をやっていた新井さんなんですが、今回、業種もこれ変わるんですね。ただ要件ではないんですけれども、不動産業、物品賃貸業になりまして、今度は貸し衣装業ということになります。で、どういうことかと申しますと、これまで、提供していたドライクリーニング業に加えまして、今回月額契約で、好きに服が借りれるサービス、サブスクリプションですね、そういうサービスを考えました。で、
自社の持つクリーニング機械をどう使うのかっていうことなんですが、これは今まで持ってるものを使うのは要件ではないんですけれども、やっぱりこれまでやってきたことも活かす方がポイントが高いのかなと思います。で、服をいろんな方に貸したり着回していくことになりますので、常に新鮮で綺麗な服にする必要がありますので、これまでのクリーニング技術は活かせると思います。ただサービスとしては過去に実績がありませんし、設備もこのクリーニングの機械そのものではなくて、このサブスクリプションサービスを提供するためのウェブサイトであったりとかアプリケーションというものを開発するという設備のところが重要になってくるサービスです。で、現在競合も多くはやっていないかもしれませんし、顧客の獲得数というのは明らかに数値で計測できるぐらい変わると思います。で、もちろん、これまでみたいに店舗に来られるお客さんっていうのは、変わらないので、クリーニングの売り上げというのはキープしつつも、服を借りたりする方の、月額の売り上げっていうのが見込まれますので、うまくいけば売上高が 10% 以上向上するのかなという計画ですね。最後の事業再編型なんですけれども、こちらはですね、実は今説明した1個目から4つ目の類型とまず基本的には同じものの一つを選んで、それを会社法上の事業再編を行った上でやるということになってますので、ちょっと私もね、この指針の段階ではどういうものなのかなというふうに思ってるんですが、あくまで私の想像で言いますと、おそらく、この会社法上の事業再編するっていうのが他の4つの類型にプラスされているっていうことになりますので、これは会社法上の事業再編ってすること自体をある程度の審査の加点項目にするという考え方もあるかもしれませんし、もう一つがこちらの可能性高いのかなと思うんですけれども、この売上高の 10% 減少要件なんかが満たせない会社が、黒字がたくさん出ているんだけれども、他に会社を持っていましたりとか、他の会社と吸収合併して、その売上が下がっているところの方を主にして、すで、にうまくいっているところの事業のある程度の人材であったりとか、設備であったりの一部をそちらの方に持ち込んでやるようなパターンなんかが考えられるのかなと思います。こちらの方はですね、どういう有用性があるっていうのはまだちょっと公募要領を見てみないとわからないんですが、基本的には1つ目から4つ目の類型にプラスして会社法上の事業再編がある場合ということになりますので、またこちらも今後注目していければと思います。はい、ということでですね、事業再構築補助金で発表されました指針に基づく手引きの内容を見ていきました。この内容ですね、いろいろと方向性は分かったかもしれないんですが、大事なのはですね、自分たちの状況をちゃんと分かった上で市場のことも分析しながら、実現可能性がきっちり高いのか、売上高の根拠となる単価がどうなっているかとか、利益をどういうふうにコストとか考えて導き出したかとかっていうのを現実的な内容で考えていく必要がありますし、設備を買う業者さんであったりとか、システム開発なんかを依頼する事業者さんなんかの見積もりがきちんと取れてるのかとかですね、その辺もきっちり考えた上でやっていただく必要があります。で、この、経産省の方に載ってる手引き、これちょっと面白いのが、いろいろと具体例、私が挙げた具体例以外も書いているんですけれども、こういう内容を書いたからといって必ず採択される保証はないみたいなことが書いてあるんで、あくまで自分たちの状況をきっちり考えた上で、自分たちが考えた新しい新規性のある商品やサービス、市場っていうものを考えたりの計画でないと、採択されるのは難しいのかなという印象がありますので、あくまで、あ、こういうことを言ってるんだっていう理解をするためだけに、この経産省であったり私の言った事例っていうのを参考にしていただいて、こういうことをそのままやったからといって採択が取れるという保証にはならないのでご注意ください。はい、それではですね、事業再構築補助金に関する説明はここまでとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。